さて、はい、こちらにはこの後歌唱していただきます氷川きよしさんにお越しいただきました、はい、よろしくお願いいたします。お世話になります。歌詞活動休業前の本当にあの、はい、最後の作詞大賞最後の歌唱ということになるわけでございますけどですね、はい、僕たちもちょっと本当に寂しい気持ちもあるんでございますが、きよしさんご自身、はい、今素直なお気持ちどうですか。そうですね、23年間、本当に多くの皆様に応援していただいて、こう毎年作詞大賞に出させていただいて、寂しいんですけどまたこう次のステップに行けるようにまた頑張っていきたいなというふうに思っています。そうですか、はい、ちょっとメッセージがたくさん。そうなんです、たくさんメッセージをいただいておりまして、はい、その中で1通ご紹介いたします。ありがとうございます。私はデビュー以来20年以上氷川さんのファンです。氷川さんがどんどん自分らしく羽ばたいていく姿をいつもワクワクしながら応援し、私も自分らしく生きようと励まされてきました。今夜はとにかくのびのび楽しんで歌ってください。氷川さんの幸せそうな笑顔が私の幸せです。左利きの純子さんからいただきました。ありがとうございます。いや、純子さんありがとうございます。すごい励まされて、なんか肩の力がこう抜けて、今日は歌えそうです。カズ先生がおられるんで喜んでいただけるように今最高のコメントでしたよ ね。いや本当に嬉しかったです、ね、ありがとうございます。それでは氷川きよしさんが歌う作品、はい、こちらです。続いてのノミネート作品は甲州路。歌うのは歌手生活23年目氷川きよし。今年無期限の歌手活動休養を発表。そんな今あえて聞く。氷川きよしにとって演歌とは。演歌歌謡曲ってその五拍子六拍子の詩の行間の中にいろんな情感があったり、日本人特有のこう思いをこう描かれてることが多くて、ちゃんと自分の中でこう納得してないと歌えないんですよね。どんな時もそれぞれの作詞家と向き合い、詩の世界を大切に表現して、これまで5回の大賞に輝きました。先生の喜ぶ顔、泣かれるお顔を見て自分もまたエンジンをかけれるという、松井先生も新谷先生も中西先生も本当に大好きな先生でしたからね。そこに応えたいと思って一生懸命歌ってました、ね、そんな氷川が今回大賞を届けたいのが、今まで51曲の詩を提供してきた数翼。今作はまたたび演歌甲州路。箱根八里の半次郎で始まった旅は今作甲州路で終わります。数は今までのまたたび演歌を彷彿とさせる掛け言葉で氷川のこれまでの旅路をいたわりました。恋はこりごり甲州路。数翼の心からのエール。今回このね甲州路を最後にさせていただくという決意で出させていただきましたので、数翼先生に喜んでいただきたいなというふうに思います。ゆっくり休んで、いっぱい楽しんで。数翼さんは氷川さんのこれからの旅路に応援の思いを込めてこのまたたび演歌を送りました。氷川きよしさん甲州路。どこへ帰るか日暮れのカラー風が身にしむ小仏峠。夢があるのさ、でっかい夢が心乱すな。赤い花恋はこりごり甲州路。明日はいずこかはぐれ雲。行けば神諏訪、戻れば甲府。
遠く呼ぶのは太鼓間だけ。二度と会うまい心に決めりゃ、どこか空にの地蔵さん。恋はこりごり甲州人、足の抜くままはぐれぐも。優秀の又旅熱唱、氷川きよしさん、ありがとうございました。ありがとうございました。